不老相鉱山とは、秋田県和野郡と和田町にあった鉱山である。不老相鉱山は、和野市大湯から秋谷川沿いに東に進み、折戸を経由し、犬吾江森の南側の道を約10キロメートル移動した岩手県や青森県との県境地帯にある。この間、周囲の山地は急春で鉱山は、不老相峠や雷満峠の再録にある。明治40年頃には、 鉱山労働者だけで3000人もの人がいて、多くの人々がこの渓流沿いに住んでいた。明治末から大正初期にかけて繁栄し、本山、地森町、寺町、来満町、稲荷町を中心に鉱山町不老僧が形成されていた。湯や、呉服や、七や、床屋、旅館、自転車や、酒屋、薬屋、料理屋、雑貨店などが軒を連ね、多くの人で賑わっていた。 不老僧文庫は明治18年4月に創立された。明治32年4月に尋常小学校になる。大正6年の児童数は600名ほどであった。しかし、昭和24年5月に廃校になった。不老僧講座の文献や資料は豊富で、反省時代については数の史史、第2巻上に詳細に記載されている。また、明治期のことについては、 秋田県庁資料がある。明治時代の鉱山料については、明治工業史、鉱山編と古川工業株式会社の創業100年史が正確である。清京寺の鉱山集落の状況には、不老僧鉱山史があり、これは数多くの写真を掲載した書籍である。ありがとうございます。